霧馬山は勝ってこれで2桁勝利ということになりました。来場所はまた番付を上げることになりそうです。さあそして千秋楽です。これより三役を迎えます。さて千秋楽三役揃い踏みです。まずは東方から3人です。前2人後ろ1人で扇の形を作ります。照ノ富士貴景勝そして若隆景。西方三役揃い組。続いては西方から3人です。今度は反対に前1人で後ろ2人になります。逆扇の形になります。阿炎正代そして御嶽海です。今日は比較的みんな息が合ってますね。息合ってるのと、まあ、今照ノ富士がこう、ね、三役揃い組やる前に若隆景に先行ってって、はい、余裕がありますよね。あんまほとんど緊張してない。平常心ですか。はい、横綱なんで先上がっていいんですけどね、はい、でもどう先行ってって冷静です、ね、もう落ち着いてます。三役揃い踏みからこの精神状態を今推測してくださいました。では照ノ富士の表情アベマのカメラで今抜いております。こういう話を聞く、あ、もう一度では三役揃い踏みのシーンご覧いただきましょう。あ、先促しました。これですね、うん、いやこんなリプレイは初めてです、うん、いやこういうところから全部見てないと相手読めないんですよ、うん、あ確かにどういう心理状態なのかなって、うん、戦う相手でも下からずっと見てる、うん、ああ競馬のパドックと一緒ですよね。あそうですよね、事前の動きからちゃんと見ていろいろ推測するわけですね、うん、だから仲良くなんかなれないんですよ、うん。さて千秋楽後ろ3番がこれより三役と言います。土俵は若隆景と阿炎の対戦です。先場所優勝した若隆景です。今場所8勝6敗ですが、かなり期待がかかっていまして、我々アベマが作っているあのポスターもこの若隆景を使ったポスターだったんです。これね、阿炎まあこれ勝ち越しかかってますよね、清野さん。これで若隆景はこれも8番と9番じゃ全然違いますからね。まあ大関上がるにはまあ3場所33勝以上、はい、なので来場所まあ9勝であれば12勝3敗ですよね、はい、計算したらね、はい、まあ、もう12勝3敗ってもうほとんど優勝ですよね。まあそうですね。なのでねちょっと今日勝てば違うわけですけどね、うん、でも阿炎もね勝ち越しかかってますからね。そうなんですよね、はい、確かに若隆景この大関取りのためには3場所33勝というのが必要になってきますが、今場所だから8勝で終わるのと9勝で終わるのは全然違うということですよね、はい、先場所は12勝を挙げた若隆景です。12勝を挙げてこの優勝をしたというのはもう相撲ファンの皆様であれば当然ご存知でしょう。さあ今日の相手は阿炎。阿炎は先ほど、まあ、お兄ちゃんがご指摘のように勝ち越しがかかっています。7勝7敗で千秋楽を迎えました。本場所から家族と同居を始めたという阿炎です。家族の分も背負ってこの土俵に上がるというそんな意識もあるかもしれません。当たっていくことですね、もろ手突きでね、うん、手に引いてしまうとね、若隆景早いからついてこられますよね、はい、さあ土俵は待ったなしです。過去の対戦1回やりまして若隆景が勝っています。先場所のことでした。手をついて、さあ立ち合いもろ手抜きました。阿炎相手を起こしていく、早い攻め残している、回り込んだ若隆景、今度は攻めて押していく、前に出ていく阿炎、阿炎押した、久保田の表現まだ残している若隆景、中に入りました、もろ差し、若隆景もろ差しの形を作りました。抱え込んでいる阿炎、一度攻めが止まりました。巻き替えたい阿炎、上手を引いています若隆景、上手が切れた、前に出る、押し出し、若隆景の勝ち。今場所9番です。勝って9番で終えました若隆景、来場所に望みをつなげました。
いやー粘りました。よく回り込みましたね。回り込みましたね。お互いにですよね、お互いの得意じゃないですか、はい、その感覚が分かるわけですよね。なんかあの若隆景先場所の優勝決定戦を思い出しましたね。本当ですね。それを分かってるから阿炎もああいう体勢で残れるわけですよね、はい、押していったらこう、ね、いなくなるだろうっていう、なのでこう間合いというか感覚を当ててるわけですよね、はい、さあそれではリプレイで振り返りましょう。立ち合いもろ手でいきましたね。もろ手で下からね起こされてしまったんですけど、よくねここね手を引っ張って残しましたよね。ここは危なかったですね、はい、まあ、阿炎もね右で刺してもうかいら返しちゃったらよかったんですけどね。でも離れましたよね、まあ、押し相撲ですからね。危なかったです ね、 ここね危なかったですけどね、これうまく残る若隆景ね、先場所の、ね、決定戦の反対側に残りましたよね、はい、だ両方残れるんですよ彼は。で両方回復しになったんですよね、うん、そうですね。でこの後阿炎が巻き替えに行ったんですか、はい、まあ、ここが危なかったですね、阿炎もね腰もっとぶつけていくとね変わってくるんですけどね、はい、でもね回し取る相撲じゃないですから、もう必死にねここも回し切って嫌いましたよね、はい、まあ、両力士いい相撲です。結果的に若隆景勝ちましたけどね、はい、そうですね、はい、いやコメント欄見ても目が覚めたと書いてる方がいらっしゃいます。いやこれもう前半戦からねこういう激しい相撲を若隆景取ってほしいですよ。いやそうですね。そしたら大関もう来場所大関取りだったんですけどね。いや10番勝ってればまたね、そうあと1番違ったかもしれませんが、まあそれでもこれで来場所12勝すれば、いや優勝すればいいですよ。まあそうですよね、大関、今場所9勝6敗で終えました若隆景、そして阿炎は敗れて負け越しが決まってしまいました。コメント欄には2人ともよくやりましたと書いている方いらっしゃいます。気持ち本当に賛同いたします。さて5時20分になりましたんで